皆さんこんにちは、ドレちゃんです。今日は3本の指でドレミを弾いてみましょう。今回はドレミドドレドミでチューリップ咲いたを弾いてみます。さあ手をセットします。ひっくり返してポンで一つずつに割り当てます。そしてそのままと親指だけ動かすレ、人差し指だけ動かすミでドレミ弾いてみましょう。さあはい、ドレミ、そうです。でチューリップは咲いたあなので1112です。タンタンタアでドレミを弾いてみるとドレミドレミとなります。弾いてみましょう。3はい、ドレミドレミ。は弾くときに違う指もピコッとかってなってませんか？ならないまで練習やってみてください。今日はピアノの座り方です。これとっても大事です。まず椅子のセッティングの仕方ですけれども、ピアノの鍵盤のど真ん中、このピアノだとミとファが真ん中になるので、そこを中心に椅子を置きます。ピアノと椅子との距離は人が一人立てるように、あまりピアノに近いとこれ立てませんよね。遠すぎると腕がまっすぐになっちゃう。腕がまっすぐはダメです。椅子は半分から割った前の方に座るようにして、ストーンと座ります。足の裏が今ついてる状態です。少し斜めになってますが、前に出しても OK なんですけれども、足の裏は必ずついてください。ピアノって足の裏とっても大事なんですよね。弾いてる時にこう体重を移動したりします。例えば小さい音を入れる時、足を前にしたり、強い音を弾く時にはこうピアノを押すような感じなので、かかとをクッと弾いたりして、こういろんな感じで手だけじゃなく足も使ってるんですよね。なのでこう足をこうブラブラさせてしまうと、それができないっていうことになります。そうすると上から叩きつけるような力を使っちゃうので、本来こう押すような力とは違う筋肉を使って弾いてるっていうことになるので、表現が乏しくなっちゃったり、強い音が出せなかったり、上手い下手っていうところではやっぱり差が出てきちゃったりします。昔昭和の時代は小さな丸椅子に足ブラブラさせながら指上げて落とす訓練、指上げて上げて落として落としてみたいな訓練をしたかと思うんですけれども、今は体重をうまくこう使って楽に弾きましょうということで、椅子も横長でどっしりした椅子が主流になってきて、弾き方も少し前傾スタイルで弾きましょうということになってきています。小さいお子さんで足が床に届かないっていう場合は、足台を必ず置いてください。これはピアノ用の足の台なんですけれども、本を重ねてもいいですし、ホームセンターで買った足台がちょうど良ければそれでも構いませんので、足の裏をつける癖をつけるっていうことがとっても大事となります。次に椅子の高さです。今これすごい低い椅子を用意してみました。座ってみると腕が下がっちゃうような感じになりますよね。これはダメです。腕はまっすぐ水平か少し上からがいいです。少し肘が上になっているような感じ、この方が力を入れやすいので、私はこのぐらいにしてセッティングしています。練習するときは
常にいつも同じ状態になるように座って練習をしてください。なぜかというと、手を見なくてもいつもここがドオクターブとドのような感じで、見なくても感覚で分かるように弾けるようにするためなんですよね。よく高い方で弾くから椅子をずらしてこっちで弾くっていうようなことはあまりしない方がいいかなって思います。パソコンのブラインドタッチと同じように、ピアノも楽譜だけを見て手を見ないで弾けると早く上達できます。パソコンのブラインドタッチってキーボードに手をセットしたら、あとは手を見ないで高速で打ってきますよね。ピアノも同じで、見ないと高速で上達します。効率がとてもいいです。手を見ないと弾けないっていうのであると、楽譜を読んで手を見て、楽譜読んで手を見て、なんで1曲のうちに100回ぐらい目線が動いたりして、どんどん頭がこんがらがってきちゃったりします。注意を楽譜に書いてあっても、手を見ないといけなかったら、覚えて直す、覚えてっていうような感じで、なかなか注意が直せないっていうことになったりするので、効率が悪いっていうことにもなります。ブラインドタッチは上達のポイントなので、ブラインドタッチをできるようにするためにも、ピアノの座り方がとっても大事っていうことになります。さあ、チューリップですが、たくさんお花を咲かせてみましょう。高い方、一つ右のところでもドレミ弾いてみます。手をセットして、3、はい、ドレミドレミ、なんかちょっと可愛らしい音になりましたね。今弾いたの右側、高い音って言います。その反対側、左の方をピアノでは低い音と言います。低い方はお父さんとかゾーとか大きいイメージの時に左の方の音を使ったり、あとは上の方は鳥の鳴き声とか小さいものをイメージする時、高い音で弾いたりします。さあ、それではチューリップを曲に合わせてドレミ弾いてみましょう。手をセットします。数字です。これは棒のないただの白丸です。4つドオオオなので、ミミレレドオオオとなります。弾いてみましょう。
ロケにするので合わせて弾いてみましょう。どうですか？できましたか？やってみてね。